昨日太宰府天満宮で行われた奉納祭には JA 全農福連の関係者およそ15人が参加しました。関係者は収穫のシーズンを迎えたことに感謝の気持ちを込めて県内で採れた米や麦、大豆などを奉納しました。私たち生産者が一生懸命心を込めて作ったものですから安心安全な食べ物だということですのでよろしくお願いします。今年は主要な作物が十数年ぶりに豊作だということです。